こんばんは、ございます。ではですね、本日三菱重工ですね、集計発表しましたね。いや、すいません、これ、売上20%、1万円増えるんですからね。事業利益も4500億円。もう本当に、防衛も原子、もうあって、水素アンモニアもあるし、敵状態ですよね。宇宙もあるし、データセンターもあるし、というところでございまして、本当ね、今後、本当にね、もう、放置、必要は全くないと。上下するかと思うんですが、考えてほしいとこですここね、ですけど、もうここのところに何か大きいと思います。電力、もちろん経済安全保障というところにね、いやー、三菱重工すごいなと思ってるんですけど、その中でね、三菱重工、もちろん、ね、面で、株価の中央が一番いい。まあちょっとね、穴場を紹介したいなというところにね、行きたいと思うんですけれども、いい会社なんですよね。ここも滝になるんですよね。で、ここは、なぜ、ここで、まあ、皆さんね、多分、お分かりになっているかと思うんですけど、三菱重工がね、30%持ってるんですよ。だから明日ね、結構、オーデンセ来るんちゃうかなと思ってるんですよ、個人的に。で、今日ね、まだ本当に、運転さんが、三菱重工に行って、雲みたいなって、と思うんですよ。いう感じなんですけど、今日はポップだったんですよ。おそらく、三菱、に関しても、セグメント事業の航空宇宙。まさしく、重工ですよね。重工。輸送、環境、エネルギー。いや、いいですよね。先週から、チャットもね、文章なんですけど、水素の話だ、というところで、ね、これはもうね、こういうふうにしたこの受注もね、上がってくるんじゃないかな、というところでございまして、まあね、ぜひ、ね、
この時期にちょっと、思っておく。信頼するっていう。